はい、午後のひとときいかがお過ごしでしょうか。速稼塾の久保です。今日の FX 追加放送なんですけども、まあ言った通りになりましたということで、いつもですけどもね、じゃあ何が言った通りになったのかってことをこれからね解説していきます。やっぱりそういうことだったのねって必ず思いますよ。じゃあ画面切り替えていきますね。はい、これが1時間足なんですけども、大きく1時間足が下に触れてますよね。これ分かります？もう分かりますよね。この大きなの50ピップスぐらい下に触れて、で、ヒゲを出してね、ブレーキがかかったよってことを教えてくれてます。もう一旦はここで落ち着きましたよってことです。じゃあどこがね、私の言った通りになったのかってことなんですけども、2つ申し上げますね。力点71、ここです。ここを突き破ったら下に大きくいくよっていうのが1個。なぜならここがボックスで推移してたからですね。それからもう一つ、ここですよね。この今チャート図の中で一番安値はここなんですよ。今収支したとこね、ここが一番安値でしょ。だからここは抵抗になりうるんですけども、ここを抜けたら大きく下に行くよっていうふうな二段構えなんですよ。だからここで入り損ねた人ももう一回チャンスがあったわけなんですよね。まあそうすると25ピップスぐらいは取れていたということになりますね。40ピップス取れた人はここから入った方です。で、根っこから取れた方は多分いないと思います。これはね、上級者でももうなインサイダー情報を知らないと無理ですね。それとかファンダメンタルを組み合わせてやった人とかだったら取れたかもしれません。ということですけども、いかがでしょう。これね、いつも出ますからね。ここを超えたら大きく下がりますよ、ここを超えたら大きく下がりますよ、もしくはここを超えたら大きく上がりますよ。これね、いつも同じパターンです。一つのね、1時間なり1時間足を見たところで、この抵抗になってるところがあるんですよ。ここはなかなか突き破れない力点だよっていうのをぐーっと横に伸ばしてね、ゾーンっていうのが引けるじゃないですか。そのゾーンを抜けたらレジサポ転換が起きるっていうふうな言い方しますよね。これ基礎講座でもレジサポ転換っていう説明しますけども、レジサポ転換が起きるってことは、そっから上に今度はね、この一定のラインを越えたら上には今度行きにくくなるわけですよ。だから余計下に行くんですよね。ということでね、今回は綺麗にそれが出たかなってことです。きちんとこれね、毎日の相場解説の中でも言ってますからね。多分動画証拠で残ってますんで、そちらの方を見ていただければと思いますし、これからもこういうのはよくよく起きます。よくよく私も解説します。ここを抜けるまではわからないけど、抜けたらすごいよみたいなね、いわゆるブレイクってやつです。今回もブレイクが起きたってことなんですよね。ではね、ありがとうございました。で、 FX の基礎講座の方は今の時点で28名の方がエントリーしてくださってます。28名ね、結構な大所帯になってきましたね。はい、私のね、 FX の相場解説の視聴者数がだいたい平均して100弱ですから、3分の1ぐらいの方がこの基礎講座を本当楽しみにしていたんだろうなと思います。まあ、金銭的にはね、どうしても厳しいっていうような金額がつけてないんで、金銭価格はそれぞれなんで、そんなことないよ、高いよと言われる方もいるかもしれませんけども、届いた声では、ものすごくね、安くて、ずっこけたと言われてましたね。安いんだろうなと思ったら、もっと安かったみたいなね、そんなこと言われてました。まず基礎の力をつけていただいて、そして中級編はね、もうちょっとしっかりとした金額と内容を攻めていきます。まあ中級編はちょっと手間がかかるのと、中級編を出せるってことはそれまでね、ずっと出す人もね、やっぱこうトレーニングしてないといけないんで、結構気合が入ってないとコンテンツ作れないんですよね。ということでね、今回は以上になりますね。FX の追加相場解説いかがだったでしょうか。それで基礎講座ね、そんなんがあるの、じゃあちょっと考えてもいいかなって方は、動画概要欄からお申し込みいただければ、ご連絡いただければと思います。それでは、いってらっしゃい。